かつて人間は海に青春をかけた。七つの海にはロマンと野心、冒険心と光明心が炎と燃えて激突していた。そして今、西暦2200年の若者は宇宙の海へ挑む。そこには我々の想像を超えた世界が待ち受けているのだ。マシンに合体だ。了解。発進まで5分21秒かかりました。あいつら共同探査になったら安心したのか、たちまちたるんじまったな。伊勢、よくここまでこぎつけたな。まさかガルベストンと共同探査ができるとは。ファギシレ、ありがとうございます。でもまだ第一歩を踏み出したばかりです。まるで地球の創世記って感じだな。よし、探査のしがいがあるぞ。チーフ、ガルベストンの探査隊です。よし、みんな共同探査にかかるぞ。みんな、初めての共同探査だ。安心してのびのびとやってくれ。了解。機動部隊が地球探査隊と合流しました。
ライバルがいて、かえってみんな張り切っているな。マリウス隊長。ラフィット隊長からです。マリウス隊長、もう知っていると思うが、惑星探査の指揮を取ることになった。地球の探査隊と接触したようだが、どんな様子だ？極めて友好的に共同探査が開始されました。心配はいりません。極めて友好的にだと？バカなことを言うな。貴様もテレス病にかかっているな。ラビット隊長、双方でその星が必要になった時はどうするつもりなんだ？直ちにやめさせるんだ。いいな。ラビット隊長、せっかくいい状態ができたというのに、何もかもぶち壊しになってしまう。こいつら、これは聞こえるか？これらは恐竜の一種だ。恐竜だって？そうだ、ここはまだこれからの星なんだ。チーフ、左の方に。聞こえるか？200メートル先にお出迎えがいるぞ。あれはひょっとして恐竜？そうだ、地球ではすでに絶滅してしまっている。邪魔になるな。マリウス隊長、共同探査などというバカバカしいことはやめると言ったはずだろう。ラフィット隊長、探査は非常にいい効果を上げています。このまま続けさせてください。マリウス、君は指揮官の命令が危険というのかね。私はテレス司令から探査隊の指揮を命じられているのだぞ。しかしラフィット隊長、直ちに共同探査は中止だ。単独探査に切り替えるんだ。おい待て、どうしたんだ急に。アキ、これで共同探査は打ち切りだ。アキ、俺の方も引き上げていったぞ。こっちもだ。クソ。よし、艦長に報告する。我々は D 地点の丘で合流しよう。了解。はい、一体どうなってるんだ。俺にもさっぱりわからん。くそ、せっかくうまくいっていたのにな。とにかく艦長が交渉している。それを待つんだ。みんなしばらくここで待機だ。ガルベストンの考えていることは分からんよ。ガルベストンが砲撃してるんだ。なんてことだ。まさか。アキ、ガルベストンの探査隊が森を破壊しているぞ。よし、出撃だ。マリウス隊長、なぜ共同探査を中止したんだ？それは、これが地球とガルベストンとの新しい関係を築く第一歩になるかもしれないんだ。直ちに共同探査を再開してもらいたい。我々は我々の方法でやらせてもらう。それではまるで差し障けん。マリウス隊長、you
やめるんだ、ガルベストン。やめろ、自然を破壊するのはやめるんだ。私はしないでくれ。我々はここに前線基地を作れとの命令を受けているんだ。なんだって。手出しをしない限り我々も攻撃はしない。しかしそうでないならこうだ。全機動隊へ、全機動隊へ、直ちに戦闘隊形を取れ。ガルベストン探査隊、我々は君たちに戦いを挑むつもりはない。自然破壊を中止してもらいたいだけなんだ。惑星探査に関しては動物植物を傷めないことが最低のルールだ。一度破壊してしまったら元に戻るのに何年も何十年もかかるんだぞ。それはわかる。しかし我々は探査隊長の指示を受けている。勝手に君たちの指示に従うことはできないのだ。待ちたまえ。さっきまであんなに仲良く活動できたのにどうしたんだ。とにかく今お互いのリーダーが話し合っているんだ。その間だけでも活動を停止したまえ。よし、10分間だけ待ってやる。マリウス隊長、君は俺がテレス司令への反逆に加担しながらなぜ復帰できたか、その意味を知っているのかね。地球の申し入れなど拒否すればいい。我々は我々の方法で押し通せ。隊長、私はテレス司令に従いたい。しかしラフィット隊長の背後にはガルベストン本性の意向がある。それでは隊長、涙を飲んでラフィット隊長に従うしかない。アキ、約束の時間はとっくに過ぎたぜ。一体話し合いはどうなってんだ。アキ、艦長にもう一度連絡を取ってみよう。いや、待つんだ。今は艦長の交渉を信じて待つしかないんだ。キース、ウォルダー、もう少し待ってくれ。チーフ、我々も降りていいですか。はい、もう少し待て。艦長の報告を待ってからだ。くそ、あいつら。待て、ウォルダー、キース。艦長から連絡があるまで早まった行動は取るな。放っておいたらこっち側もない。キッチ、やめるんだ。うわっ、くそ。オルダー、キッチ、攻撃をやめろ。奴らの砲撃射程距離から待機するんだ。やめろ、キッズ、ウォルダー。うわっ、チーフ、もうこうなったら反撃するしかありません。そうですよ、チーフ。艦長、どうしたらいいんですか。もう我慢の限界です。アキ、待つんだ。もう一度ガルベストンと交渉してみる。通信回路を開け。艦長、大変です。ガルベストンがバトルマシンを刺激させました。なんだと。話し合いは無駄だったのか。よし、こうなったらやるしかない。
ちらに責任がある。地球探査隊は我々の探査隊を阻止するために動いた。いや違う、惑星の生物を痛めないように止めただけだ。もうそのような議論は受け付けん。とにかく戦いはやめさせてくれ。我々は探査を終了すればここを去る。バトルマシーンを引き上げてくれ。それはできん。マリウス隊長、なぜ君はそのように態度を変えたんだ。ガルベストンの指示に従ったまでだ。諦めてくれ。マリウス隊長、マリウス隊長。ラフィット隊長、地球艦隊との通信は傍受した。それでいい、奴らを追い出してしまえ。図体の割にすばしっこいやつだ。チーフ、敵の編隊に入り込めばバトルマシンもむやみに攻撃できないはずです。そうか、やってみるか。うまくすれば同士打ちだな。これじゃいつまで経ってもキリがない。大長になって一気に肩をつけよう。アキ、こっちも疲れてきた。それにバトルマシン相手じゃ単独マシンでは歯が立たない。よし、ここまで来てしまったら仕方がない。足のないやつ、探査隊だからといってバトルマシーンの訓練を怠るからだ。戦い方を教えてやる。我々のバトルマシーンを出すんだ。ラフィット隊長、もうこれ以上戦闘をエスカレートさせないでください。なんだと？あの自然環境を破壊してしまっては何もなりません。我々は引き上げます。いい、黙れ。指揮官はこの俺だ。みんな、引き上げるぞ。これ以上自然の破壊はできない。チーフ、またバトルマシンが来ます。なんだと？クソ、一度ならずも二度までも。よし、みんな受けて立つぞ。やめろ、アキ。艦長、しかし。アキ、撤退だ。ラガーガードへ戻れ。この星はガルベストンに渡す。なんですって？探査の終了は集まった。一応の成果はあったんだ。これ以上無益な戦いをして残る必要はない。ほわっ！うわっ！
艦長、これでも戦うなと言うんですか。アキ艦長、惑星に竜巻が発生しました。何、アキ、竜巻だ。なんですね。かなり大きい、巻き込まれたらひとたまりもないぞ。バトルマシンを振り払って早くその惑星から脱出するんだ。よし、みんな力を合わせてバトルマシンを振り払え。アキ、何をしている。早く脱出するんだ。このままやられっぱなしで引き下がれるか。竜巻が来る前に叩き切ってやる。そりゃアキ、やめろ。アキ、このままではバラバラになってしまう。バトルマシンの旗を忘れて早く脱出するんだ。よし、脱出だ。パディ、ウィングビームだ。了解、ウィングビーム。でいいのか。ラフィット隊長さえ来なければ。見ろ、地球探査隊が撤退していくではないか。これでまた平和に探査を進めることが不可能になってしまった。一体何をしているのかしら、私たち。K、アキたちはそこに高度の文明を持った人類の気配を感じた。だが無残にもその夢は。飛行艦隊ダイラガー15、赤い月が昇る。お楽しみに。
名もない花をいたわるように見知らぬ命守れるか。旅に出るとき送ってくれた君の言葉を忘れない。星から星へ、人から人へ、溢れる想いを、幸せを雪に変えて伝えたい。君の心を伝えたい。